大分シティハーフマラソン2018の開会を宣言します。皆さん応援をお願いいたします。ただいま10キロのスタートになりました。ご覧の一周回って第1キロの方が外の方に出てまいります。先頭が佐藤君、鶴崎工業高校、続いて桑田一君、大分東明高校。ラストいつもは垂れてしまうんですけど、最後粘って走れてよかったです。個人ではインターハイ出場と、団体では全国大会を目指してまた頑張っていこうと思います。まもなくフィニッシュです。日本女子トップです。昨年は前日に体調不良を起こしてしまって優勝できなかったんですけど、2年ぶりに優勝できたので良かったです。まもなくフィニッシュです。途中折り返して給水、最後の給水ぐらいで離れてたんで、まずはこう急に追いつかなくてもいいから3キロ4キロ残ってるから、それその間に追いついて、まあ出てからは1人なんできついなと思って、それが嫌だったから最後2キロぐらいで出ようかなと思ってたら、田吹さんが動いてないのが分かったんで、もうここで行くしかねえやと思って、あとはもうなんか優勝できるっていうのだけを支えに頑張りました。いつもこう優勝したらおばあちゃんに賞状とメダルをいつも送るんですけど、最近送れてなかったんで、おばあちゃんの喜ぶ顔を見たくて送ろうと思って、それだけを最後必死に頑張りました。やっやっ、はい、大分東明高校、3名フィニッシュです。フィニッシュしました。